はい、皆さんこんにちは、カゼンタです。じゃあ、トクです。パワープルアプリやっていきたいと思います。はい、す、昨日のね、トクのノーマルガチャをねガンガン引くっていう動画に続いてですね、私が今度は引きたいと思います。で、まずね100連ノーマルを引いた後に、まあ場合によってはね、この11連ガチャストーンを使って、回すガチャですか、こちらも合わせてやっていきたいなと思っております。はい、じゃあ早速お願いします。いきます。行ってください。頼む、SR 欲しいぞ。ここでもし、うん、なんか出たらリセットするパターンあるんですか？あるあるある。うんうん、初めて見た。まあこれはこれでね、まあ素晴らしい出方しましたよ。もう飛ばしますよ。うん。どんどんいきます。はい。20連目。お、お、赤ボール。まあでもね、ここでね、たくさん減らしてもらうっていうのも大切なことですから。そうですね。うん、ピアル。もう一丁。うん。ピアルはでかいよ。さあ、30連目。はい。いやー、来ねえなー。キラーも来た。まあでもまだ440分の3ですからね、さあ。そうね。じわじわ減らしましょう。じわじわ行こうよ。いやー、いらないね。ついて、あ、やべ、ボックスに飽きないですね。ボックスに飽きがない。ほとんどの人がボックスに飽きがないんだよね。どうすっかね、これ PN は取っといた方がいい。一応取っといて、はい。どうする？強化にするかな、俺は。強化も強化できなくなるから売るか。ほとんどマックスですもんね、レベル。そうなんだよ。だいぶ拡張してますね。150だからね。売却。間違えて SR 売却したんだろ。相当受けますね。こういうところもね、皆さんにお見せするっていうのがまたいいですね。こんなとこ。はい、一曲。さあ、どんどんいきます。お願いします。次何連目？50。うん、あと7回弾けんの。まだ弾ける。お、来たか、ついに。来い、じゃあじゃあ行く。じゃあね、じっくり行こうぜ。しょうがない。おう、おう、あー、ここが PR の須藤レートだったらな、すげえ嬉しかったんな。まあでも PR も結構来るんで嬉しいですよね、うん、このイベント。そうだね、上限解放とか。うん、誰が出てくるっていうところもすごい。ちょっと、あ、もうこれ飛ばします。すげえ、俺初めて見るんですけど、このパターン。じゃあもう一回整理すっか。もう整理だよ、またみんなこういうやり方してんのかな。もっとだと思います。もっとみんなボックスに余裕があるのかな。いや、ほとんどの人こんな余裕ないよね。ないですね。で、準備強化もしとこう。目厚さんちょっと上げといてあげるよ。こんなとこ。はい、よし。だんだんね、この手際も良くなってきましたよ。お願いします。よし、折り返しですね。ちょっと高いなぁ。うん、うん、もう何とも言えないね。R はまあいいとして、
さあ、そうそうそう。お、黄色が出た。誰の PR かも大事ですからね。こういうパターンか。N メール。メールってイベントの中で顔出てくるシーンってあるんですか？わかんない。多分ないと思う。見たことない。ないと思う。面白い。面白いこと言うじゃん。いやー、来ねえ。ダン。お、これは嬉しい。うん、これは嬉しい。売却行きましょう。売却行こう。イベキャラ。売却。これでプラゴンになってくれたら嬉しいな。あ、もうメールプラヨンでしたっけ？プラヨン。わー、結構嬉しいですね。これもう仕掛けた方がいいんだ。それとも、博士使っちゃう？いや、仕掛けましょう。仕掛けましょう。仕掛ける。こいつもかけちゃっていい？かけちゃっていい？はい。はい、じゃあ。で、減らしたいからかけるんだ、じゃあ。メイメイ。メール、頼む。プラゴ、なってください！言えね、残念すぎる。ガチャ、この手際の悪さがね、ちょっと皆さんにご迷惑をおかけしております。やっぱり新キャラ欲しいよね。欲しいですね。うん。お、赤背景が、しかし、うん、そうだね、5枚。そうだよ、ね、誰？うん、金原は。さあ、ラスト。100連目。これね。頼む、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 あく！あく！ほんとに来ないね。あともうあと350、ボックスの中。うん、結構減った？お！おお！これも勝負する？これは熱いんじゃないですか？ストレート。これも勝負する？お願いします。これは熱いっすよ、言ったら。頼む、頼む。3度目のよー、来たー。ここは嬉しいぞ。これは嬉しい。ということで、いらないキャラをここにかけましょう。いやー、来ましたね。やっと来てくれた。今まで3回ぐらい失敗したもんね。失敗しましたもんね。うん、でけえ、仕上げて 10% かな。でかい。ね、俺 R もね、 R かけるのもったいない。 R はミキサーかなんかね、にするか。はい、よいしょ。 OK、 さあ続いて、ですね、ストーンを使ってこちらも行きたいと思います。まずはボックスの確認をしましょう。3頭以上、何分のいくつ？ここで50。結構きついね。100まではない。68。全部で3頭以上で68。え、これ全部で68？ はい。計算早いな。あ、違う、嘘だ、嘘だ。全然嘘だ。途中で何か来るって。80ぐらいある。全然あります。俺は何を計算。いや。これ分の10ってことね。11か。78だ。78分の11。ってことは、SR 以上、要は、3つだと何分のいくつよ。もうわかんないから回すね。78分の3。おっしゃ、行こい！さあ、来い！お、出らしいよ、出らしいよ。ここで赤だったら。OK！ OK！ 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 来た、来た。さあ、え？あ、これ。ああ、そのパターン、あのパターンね。このパターンで来ましたか。ネモさんのね、ネモパターンね。ネモパターン、ネモネモパターン。さあ、おまけ一体でグラシアス。さあゲット。
SR ゲット。ゲットしましたね。ゲットゲットかよこれ。マジ？あるこれ。新キャラは出ず。ゲットゲットです。うわー、まあでも須藤礼とプラボ行ったから、まあね、まあね、うん、ちょっとボックスの確認をしましょう最後。あ、でも減ったね。減りましたね。もうここまで来たらさ、いやー、ゲットゲットか。ゲットゲット悪くないですけどね、全然悪くないですけど、とりあえず特賞取りたいですよね、やっぱり。あ、特賞取っときたい。まだリセットできないですよね。まだリセットできないね。うわー、ちょっとここでカット入れてもう一回回していいかな、俺。できるんですか？ん？いや、ストーン補充して。あー、3、待って、ここで50でしょ、約。はい、いくつ全部したの？計算弱いからね。60、うん、7ってことは、あと30連回したら行くべ。30連回したらいい。そうです、それは行くと思いますよ。 OK、 じゃあ行っちゃいます。行っちゃった方がいいでしょこれ。すごい。で、もうリセットして次に進む。だってもうこっち引くのもったいないじゃん、なんか。まあこっち出ちゃうの、うん、まあでもこの30連で出なかった時どうしますか？それも頑張る。そこを、うん、あれできるなら多分行っちゃった方がいいです。オッケー、じゃあここからカットで。はい、戻ってまいりました。じゃあ早速ね、ボックスをねちょこちょこっと整理したんで行きたいと思います。よしよし、来い。あ、これやばいパターン。やばいやつです。これやばいパターン。アウトです。アウトです。しかし、しかし、ズズズデン。はい、もう一回いきます。お願いします。あ、これ損してんの、これ損してんね。10連できてない。あ、これはあそこに入るのか。大丈夫です。びっくりした。びっくりした。びっくりしたけど全然引き出ない。もうびっくりすぎてもうなんか今ショックも味わえてない。うん。でもって、でもって結構。なんて日だ。なんて日だよ、本当に。これちょっとボックス確認します。いくつ ?30? これいくつ ?10?12?15?45? だね。きつー。そこまでやらせる俺に。45分の2でも行くしかないでしょこれ。行くよ。よし、行きましょう。お願い。もう2枚、ここで終わらせてくれ。1回目を。うわー、これきつい。あー、やっちまったかも。赤。うわー、ドツボにハマるパターンじゃない。あー、ボックスの確認をします。いくつ、さっき40だった。44、26、30、34。もう30連で絶対出るってことか。そうですね。これも行った方がいいね。もうここまで来たらもう行くしかない。ここまで来たら行った方がいいです。食べます。はい、戻ってまいりました。もう泣きの、こんなのやっちゃダメなんだよ、本当は。行くね、もう早めに出て。早めに出てって言ったでしょ。オッケーオッケー。ここで2枚来たらね。またそのパターンかよ。ネモネモパターンだ。ネモパターンだよ。ネモネモパターンは、ゲットが出るって噂ですよ。やめろよ。本当にそれだけは勘弁してくれ。おー、来ました。オッケー。
鮮度を極め、やっと獲得しました。さあどこまでね行くかですね、これは。そうですね、まあ、ここまでやって出す必要あったのかっていうのもありますけどね。まあでもコツは本当にね、本当に。ただね、僕はね使いどころはぶっちゃけ結構考える必要があるんですよ。ということはだってさ難しいよ三本松もいるしさ。ああ金徳のですね、そうローリングですね、どう使おうかなみたいな。まずは彼をプラス5にしたい。はいはい。ただですね皆さん、ここで18、19、22 SR が何分の1？ 2分の1で出る。2分の1ですね。これも行った方がいいね。18、19、20、23 2分の1、これ行った方がいいよね。頼む、1回目で出てくれ、お願い。いい会話回させないでくれ。かー、最後の最後に残りました。でもさ、これもう回し切っちゃった方がいいんだよね。そう、確率的にね。もうこっからきついですよ、ここまで来たのに。わかるわかる。ノーマルだって200ぐらいいますから。そうです。で、ちょっともう一回ボックス確認するよ。あ、もう次絶対出る。いや、12分の12。え、ちょっと待って、ちょっと待って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 12分の 11？ じゃあ12分の1だから、だからあれだろ。そうっす、もしかしたら。お前そのパターンやばくない？いや、もうそのむしろそのパターンでお願いします。わかった。まあ、これでも行くからこそ面白いんだよねこれね。すげえよ。したら12分の11で引くことになりました。引きます。やばいって。 OK。 危ない危ない、もう危ない危ない。さあまたそのパターン。やばいやばい、これもうこういうのを味わせたいんだろうね。でしょうね。うん、まあいいってことです。さあどなたがお越しですか。レンちゃん、まあいいか。うん、うん、リセットします。こういう感じですね。はい、ということでですね、結構やっちゃいました。うん、うん、まあ本当はねこういう弾き方は良くないんだろうけど、途中から気合入っちゃったね。まあでもこれによって、うん、SR の解放は進むんじゃないですか。うん、うん、と考えれば。ということでですね、この動画は一度ここで切ります。でこの次の動画で、SR どこまで行くかっていう動画をね上げさせていただきたいなと思いますので、そちらもご覧ください。はい、じゃあそんな感じでこの動画終了したいと思います。バイバイ。バイバイ。